YouTube をご覧の皆さん、おはよう、こんにちは、こんばんは。いつ見てるかわからないので挨拶を全部しました。ワクワク撮影隊の監督です。ワクワク撮影隊の動画を見てくれたりとか、俺らのファンの人は知ってると思うんだけど、パステルソーダさんっていうアイドルさんのお話をしたいと思います。あの頃にね、思ってることってのはすごいたくさんあるんだけど、まず、根底となる、大元となる俺があの頃と出会った、出会いを言いますね。最初、今みたいに、地下アイドルとかの世界を、全然知らんくて普通に生活しよったんだけども、ある日ね、ひょんなことから、大阪の太田ロードにちょっとブラブラしようかなと、目的もなしにね、思って歩いてたんでね。ほんでそこで何気なく歩いとったら、チラシを配ってる女の子に声かけられて、お兄さんコーヒー飲みませんかって。でまあいろんなね、そういう特殊な店があるなと思っとったけど、でも何がさっぱりわからへんから、とりあえずそこ入ろうと思って、まあ入るわ言うて、そこ入ったよ。で AKB48 で、言ったら分かりやすいと思うんやけども、アイドルカフェっていうカフェやったんよ。でその時はもうね、アイドルカフェってもう正直意味わからんかったんやか、よう分からへんかった。で聞いたら、どうも下でお茶するところがあって、上でステージがあるみたい。まあステージってもすごい小さいステージなんだけどね。でなんかそこで、女の子が、お茶入れてくれたり、まあ、チェキって言ってインスタントカメラで写真撮ってくれたりっていう、ちょっとメイドカフェ的なとこなんだって。でまあようわからんから、とりあえずお茶だけ飲ん で女の子と喋ってして、でそこで2階でどうせやったら、まあライブとやらを見ていこうかと思って、ライブ見たの。ほんならそこの喫茶でアルバイトしてる女の子たちが、ライブしとってて、で正直ね、感想言ったらね、え、これってプロなんって思ったね。素人と大差なかったからさ、最初ね、って思った、でやっぱりね、なんだかんだ言っとって、そういう新鮮な空気に触れてさ、刺激的やったから、そっからね、そのカフェに俺結構通い詰めたんよ。何回も何回も一人で通い詰めた。で自然に向こうの店員というか、まあお給仕って言うんだけど、女の子とも、まあ仲良くなって普通に喋るようになって、でそこに、友達を、連れて行って、そこのライブの楽しさをちょっと味わわせてやろうと思って、そのアイドルのライブ見せたろうと思って誘ったんよ。何回か何回かカフェに行った後に、今度はその子と2人でお茶しに行った。でそこでその女の子に言ったんよ、今日ちょっと友達連れてきたから一緒にまたライブ見るよと言ったら、なんとその女の子返してきた言葉が、あ、すいません、今日はね、私らじゃないんですよ、外部なんですよって言ったり。で俺その時にもう また意味わからんかって、外部ってなんなんと、部外者がコンサートすんのみたいな、どうも後で分かったんだけど、そこで働いてる女の子が基本的に、毎日、そこでステージをしとって、で、その店とはまあ関係ない地下アイドルって、まあ、たくさん大阪でも活動してるんだけど、その中でよそのアイドルさんが、定期的にそこにライブするんだって。その定期的にライブすることを定期公演って言うんだけどね。でまあまあしゃあないなと、君らじゃなかった、その外部とやらが何なのかさっぱりわからんと、俺が見とって、そのああこの子らやと思ってさ、俺が見とった女の子なライブじゃない子らを、見せることになるから、この子らやでって言ったら、いう会話も生まれへんわけやんか。ほんまその友達にな、あ、そうそう、この頃はこんなんでなっていうふうにこう言ったり喋りたかったんやけど、自分もその時に初めて見るっていう形になるから、まあちょっと残念ではあってんけど。で、そこで見たんが、奈良県アイドルパステルソーダやったんよ。いや、ほんまに。外部って聞いて、なんなんって聞いてね、その女の子に聞いたら、今日はパステルソーダさんって言うから、パステルソーダと思って、なんか甘ったるい名前やなと思ってな、カラフルな、こうなんか、アメちゃんをイメージしたかな。で、その時の当時の友達も、当然アイドルとかね、まあメイドとかそういう特殊な世界とか、おたろとかにまあ興味ない子やったから、俺と同じくね。だから、そんな横文字わからへんわ、言うとってんけど、行ったんよ。で、あ、これは違うな、と思って。その友達に見したかった、そこのお店で働いている子らの見てたライブを悪く言うわけじゃないけど、あのね、そのね、外部のな、パステルソーダさんっていう人らは、そのお店で働いてた女の子にないものがあったんよ。それは企画力というか、ステージの見せ方やな。最初言ったその自分が一人で見とったっていう、そこの、店でバイトしてる女の子のライブっていうのは、例えば2曲歌っとるやんか、1曲終わるやんか、でもう1曲目に入るときに、
もうほんまに2、3秒喋ったらね、いきなり次音楽入るよとかさ、うん、いやちゃんとさ、合図ちゃんとこの合図してからこの音楽入れるとかさ、ちゃんと段取りしとかんとと思って、ちょっと心の中で思ったよ、これなんやねんとな、うん、だってあの女の子言ってても、なんかその外部じゃない子ねは、え、もう次行くんですかとか、うん、打ち合わせしてない丸分かりやんか、そのグダグダ感がちょっと萎えてんけど、でもパステルソーダさんは、まあ、初めて俺も見たし、その友達も初めて見ることになってんけどな、その時心打たれたのはなんかね、まあ、見たかに中学生高校生ぐらいやんで、中学生高校生らしいんよ、うん、やっぱ中学生の女の子、高校生の女の子って言ったら、まあ、俺らみたいな年になるとやっぱり中学生らしさの可愛さ、高校生らしさの可愛さってあると思うやんか、うん、中間テストでうわー頑張るなとかさ、うわマジ学校だるいとかさ、うん、妙に無邪気にキャピキャピしてるとかさ、うん、なんか邪心がないわけよ大人と違ってな、そんなんが同い年ぐらいのはずやのに、そこで働いてたバイト、バイトちゃんかの女の子のライブ、同い年ぐらいなのにその頃にはなかったけど、パステルソーダにはその中学生らしさ高校生らしさがあって、なんせ楽しそうやった、うん、でもうね今でも忘れへん一つ、極めつけの印象に残ってるエピソードっていうのが、普通奈良県アイドルのパステルソーダですでしたか、うん、でありがとうございましたお辞儀してバーッと履けていくねんけど、履けていった後になんかね、それはステージに横にバーッと履けていくじゃなくて、俺ら客席のとこを通っていくんやんか、だから俺らのこの横ぐらいに来るわけよねんけど、どうも後ろで気配がしとってな、うん、その子らな、俺らの後ろに立ちっぱなしなんよ、あれこの子ら何しようかなと思ってずーっとさ様子見とったら、マイクであれアンコールの声が聞こえへんなって言い出すわけよ。ほなそこにいる常連のお客さんらのおじさんま方はアンコールアンコールって言うわけさ、でみんながありがとうございましたって上上がっていって、うん、でアンコールありがとうございましたってね、アンコールまでまさかいただけるなんてって言って、自作自演やないかみたいな感じで突っ込んで、なんかそういうなんかやり取りがあって、コント的なこととか、うん、今は今のパステルソーダはね、メンバーもガラリと変わって入れ替わりがいろいろあった後に今になったわけやから、今は寸劇っていう形で、今のパステルソーダさんのライブに行けば奈良県のアイドルやから奈良の紹介をしてんの、うん、けど前はやっぱりこう人間違ったりやっぱりしとったからやり方も変わるから、前はねあのそういう風にちょっと面白い、うん、エピソードやった、なんか劇みたいな状態、うん、やれ動物園に行ってなんか、うん、やれ動物園に行ってこの動物見ました、鹿を見ました、じゃあソーダを飲みました、元気になりました、歌いましょうとか、うん、ちょっとストーリーがかっとったり、だどっちがいいかって言ったら俺は昔の方がいいねんけど、個人的には、うん、監督的にはその昔のライブでやってた劇チックなんが俺は好きなんやけど、今はまあまあ紹介、うん、ほんまに奈良のっていうかご当地アイドルみたいになったわなっていう感じで、面白いでしょ、子供らしいでしょ、そういう面白いなんていうかな、演出が盛り込まれとったら、うん、いや確かにあのクオリティはな、そらなテレビに出てるわーっていう大手のアイドルとは違うわけやんか、でもね俺ねもう1年以上か2年、1年か1年は超えたぐらいか、あの頃はちょっと応援するようになったんやけども、うん、しかアイドルにそもそも興味のないこの俺がなんで年単位にあの頃だけをのライブに行ってるかっていうのはね、うん、あのね視聴者の皆さん不思議でしょ、アイドルに興味ないとか言いながらさ、パステルソーダさんだけは未だにずっと行ってるんやんか、パステルソーダさん以外のコラを目的に行ったライブって一回もなかったんやんか、今までアイドルさん自体にさほど興味がないからか、悪いって言ってるわけじゃないんだけど、あなんつうんやんな、こうのめり込んだりとかっていうほどでもないわけねんけど、そんな私がパステルソーダっていうのはなんやろな、いっぱいある、一つはセルフプロデュース、事務所には入ってない、自分たちでやってる、で俺もやっぱほら楽しいことでカメラ回したりするやん、でビデオ触るのが好きやんか、でいろんな自分の好きなことアップロードしてるやんか YouTube、 これもほぼほぼ俺一人でやってるやんか、であの子ら一緒にしたら怒られるかもしれんけど、セルフプロデュース、あの子らも同じように自分でアイドル活動してるわけ、うん、自分らが考えて CD 出してる、自分らが考えて物販を考えてる、自分らが考えて衣装も考えたりしてると思うわけさ、セルフプロデュースっていうぐらいからな、でやってることは俺とは違うけど、俺と分かる一つのことを自分でやってるっていう意味では同じなわけ、だからそういう風な編集じゃないけどさ、ビデオ的な話やったらメンバーともそれからお話ししたりしたこともあるから、まあ、話は合うやんな、でもう一個、まあ、純粋に俺子供が好きなんやろね、やっぱ可愛いなって思うな、純粋にな、うん、
で、まあまあ細かいこと言ったらキャラクターとかも、それはね、やっぱお客様前に出るし、チケット取ってライブに出る、やっぱ衣装やし髪型もやっぱコンセプトの髪型にしてるから、普通のあの頃じゃないとは思うやんか。変に気使ってると思う、気も張るやんか、しょうがないから。だから普通のあの頃じゃないと思うけど、それでもある程度キャラクター、性格までわからんけど、キャラクターっていうのは、うん、やっぱ確立されていくと思うね。1年2年続けとけば、キャラクターっていうのは人って癖があるからね。そういう性格も俺は好きになったんや、うん、それでずっとパステルソーダ、パステルソーダって言って、うん、ずっとパステルソーダねえねんな、ほんまに、うん、他に好きなところ、やり方、人間性やろな、ほんまに。例えば、はだけた衣装着ます、ちょっとセクシーな衣装着ます、イエーイって言って、なんか、うん、それセクシーした売りにしますとか、うん、とか髪型とか化粧を人一倍しますと、化粧やばい、化粧すごいグループやと、化粧で売るとか、とかちょっと漫才度はコントチックなことしますとか、そんなんで売ったりとか、いろんな売り方あると思うんだけど、その根本のやり方が好きなんだな。 T シャツに、ミニスカ、正統派って感じやんか。やっぱ歌で勝負します、笑顔で勝負します、踊りで勝負します、うん。それであの子ら特有の、まあ寸劇、奈良の紹介とか、うん、そういう、やり方が、まあ俺好みだよね、うん、だから大好き。そうそうやね。まあだから今日はパステルソーダさんとの出会いと、パステルソーダさんについて好きなところと、俺がなんで1年以上もパステルソーダさんだけ追いかけてるかとかっていうことかな、うん。でまあね、あの視聴者さんにはね、もう気づいた方もおられると思うんですけども、パステルソーダ以外の動画、私がパステルソーダ関係のない動画にもちょこ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 ね、あの彼女たちの楽曲を入れさせてもらってるんよ、うん。ソーダの明かりとかっていう曲とかね、うん、いいなって思ったらね、安いんでね、ぜひ買ってくださいね。彼女らも喜ぶし。え、買い方ですか？あ、買い方は動画の説明欄に、彼女らのツイッターを載せとくんで、そこのツイッターから、そうですね、公式ツイッターってあんねんな、うん、そこに、まあ、DM なりして、まあ、T シャツ買いたいんですとかさ、ライブのこと聞いたら質問には答えてくれると思うし、で一番の近道はメンバーのツイッターにライブ情報が書いてるんだ、うん。でそのライブ情報を見てもらって、ライブに実際行ってみて、でライブの終わりに必ず物販っていうのがあるから、うん、大体物販っていうのがあるから、そこに行ってメンバーに話しかけてみてください。 T シャツなんですけどこれが欲しいんですというふうにしたら、発注してくれる。で T シャツは分かりました、じゃあその場でどうぞっていう感じにはならなくて、次回のライブかなんかで渡してもらえるって形になる。注文って感じかな、予約って感じかな、うん。だからまあライブに行って物販で言ってみたら予約ができるから、シャツを買うことができます。価格の方は3500円になってます。はい、でこれね、しっかりしとるからね、それだけの価値は実際ありますよ、うん。監督も結構持ってます、うん。部屋着と、ね、してもね、この柄的に全然ね、部屋着としても着れるから、男の人も全然問題ないし、女の人は可愛いぐらいしね。俺はパステルソーダが好きやな。さて最後なんですけども、なんと彼女たちのワンマンライブが決定しました。日にちは12月の10日、場所は京都になります。で詳しくは説明欄にあるパステルソーダのツイッターを見てもらったら、12月10日のワンマンライブについて書いてるんで、そこをご覧ください。ん？あ、気になるやんな、視聴者さん数名おるわ、メンバーは、うん。で何気になる、あ、誰が好きかって。そっか、視聴者さんはまだ気づいてないか、俺が誰を好きか。そっか、メンバーカラーは薄